象速報をお伝えします。大阪府に大雨警報が発表されました。大阪府の大阪市に大雨警報が発表されました。大阪府では10日夜の初め頃まで低い土地の浸水に警戒をしてください。実際にこの大阪府の雨の降り方いただいておりますリポートでも確認していきます。大阪府大阪市城東区の方からいただいたリポートです。大阪市内豪レベルの雨です。安全な場所から撮影しています。雨に加えて雷も鳴っているので停電にならないことを祈りますといただきました。大阪府ですけれどもこちら豪レベルの雨ということで非常に強くですね、雨音もしっかりと聞こえるような強い雨の降り方となっています。また雷も発生しているということです。落雷による停電の発生にも注意が必要となります。ここからはいただいておりますお天気のご報告確認していきましょう。こちら大阪府内ですけれども活発な雨雲が広がっている状況です。実際に雨のご報告もですね多数いただいています。活発な雨雲のもと一番強い雨の降り方を示す豪レベルの雨報告いただいている状況です。そのすぐそばで晴れていたりもしますので天気急変にこの後も引き続きお気をつけください。今後の予想こちらウェザーニュースの雨雲レーダーからご確認いただけます。大阪府内に活発な雨雲がかかっている状況ですけれども下の番右にスライドして時間を進めていただきますとこの後同じ場所にとどまりながらだんだんと、活動が弱まっていくということになります。夕方頃まで雨の降りやすい状況は続いていきそうです。今後の動きなどもですね最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからもご確認ください。